はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ビーチにやってきました。今回の目的は、長い間海を漂流してやってきたココナッツを採取、集めにやってきました。まあ目的としては、このココナッツをゲットして、で家に持ち帰り、発芽、芽を出させるっていうのが、まあ最終的な目的なんですけど、僕はココナッツが大好きで、ココナッツの木、ココヤシですね、ココヤシも何本か家の庭に植えて、もう結構2メーター以上の大きい木になってはきてるんですが、その仲間を増やしたいということで、今回ココナッツ採取して、そこから発芽にチャレンジしていきたいなと思い、採取にやってまいりました。